おはようございます、本日はですね、年末になってて、今年最後のオンラインサロンの、飲み会に行きたいなと思います。で、今年最後なので忘年会になるんですが、場所は愛知でやることになってて、関西組と関東組が会うってことになっているので、僕らはそれ終わってから嫁蔵の方の実家に帰るので、この夜逃げスタイルで今から、愛知県で飲んで、そこから嫁蔵の実家の方に行きたいなと思います。では行きます。はい、ということで今向かってるんですが、皆さんも思ったかもしれないですが、なんでそんなでかい布団持っていくねんっていう話なんですが、別に嫁の家には布団がないわけじゃなくて布団はあるんですけども、嫁が嫌やねんな、布団がな、家の布団じゃないと。あ、うちらが使ってるね。そういつもの布団がいいねんな。じゃあ実家の布団別にいいんだけど、別に悪い布団じゃないし、俺今まで困ったことないもん一回も。いやだけどさ、お母さんにそれをアピールしてた俺が言ったわけじゃないなんかやっぱお客さん用布団だからちょっとさ重たいじゃん。うちらがさ、そのふかふかのやつ使ってるってのもあると思うんだけど、だって今まで何回も実家泊まってるけど初めてやもんな、布団持っていく夜逃げスタイルじゃあ夏は別どうでもいいじゃん。冬はやっぱりさ、1階だし和室だしさ、寒いやん。あとな、話変わるけど、これも言っとかなかんのがさ、名古屋の飲み会車で行って、酒飲んでから誰が運転するんですか、絶対まだこの質問入るからこれも先に言っとかなかんけど、俺が最初は運転して名古屋まで行って、で飲み会が終わってから、飲み会から嫁蔵の家までは嫁蔵が運転していくねんな、酒も飲まんと。今日はもう飲まない。その代わりたっくんに何かご褒美を買ってもらう。甘いもん。甘いもんか、まあ何でもいいけど甘いもんかな。甘いもん買ってもらうかな。オッケー。というのだけはさっき言っとかなあかんから、布団の件なんで夜逃げスタイルなんかと酒飲んでんのに車でいいんですかコメントは 100% 来るから先に言っとかんと。そうね、これ後になってからやったらもう言い訳みたいになるから、もう先に言っとかんとな、ほとんどの人は分かると思うけどそうね、たまにあるもんね、あるあるある、もう分かるやろうと思うけども、あんま一応言っとかんとなと思って、はい、という感じなんで、向かっていきます。結構みんな新幹線とかで今もう向かってるみたいなんで、実際名古屋の人は一人もおらんよな。ないね、まあ、サロンのメンバーにはいてるけど、今日の飲み会にはいてないような。はい、なんで行ってきます。行ってきます。はい、それではですね、あれから2時間後ぐらい名古屋着きました。もうすぐそこに店があるんですが、前回11月は東京でバーベキュー、10月は大阪でバーベキューの映像を撮ってたんですが流しなかったんで、一応今ちょっとだけ流しておきます。という感じで、今日は鳥会やな、っていう、焼き鳥屋さんに行きたいなと思います。では行ってきます。では今からですね、忘年会のプレゼントをみんなに渡したいなと思います。飲み会もしてしまってて、一部の人に全部来てもらってたんで解禁状をありがとうございます。さんが作ってくれてたんで、はい、実は4月来てないんですけど、逆に遠征で横浜に行ってくれるから一回行ってくれてるんで、プラマイズルとなってるんで、はい、全部最近じゃあ行きます。真ん中止まった。あ、おっおっやったね、やったね、応援よろしくお願いします。行きます。よーい、結局あれから次の日の朝になって、嫁殿に泊まって、で今昼になってるんですが、今帰るまでにいつも嫁ゾーン家行った後の帰り道はうどんを食べて帰るので、そのうどん屋さんに向かってます。どう？消すよ。
there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on。はい、ということで、味噌煮込み食べて今帰っております。で、まあ、今日は、飲み会に行って、であと帰るだけなんで、まあ、特に何ってないんですが、楽しかったな。楽しかった、うん、っていう感じなんで、あとは気をつけて帰りたいなと思います。では、見てもらってありがとうございました。